皆さんこんばんは、ジョン・カビラです。ファン待望のフレンドリーマッチ、ピエモンテ対マドリッド。この試合の解説にはおなじみ中西哲夫さんをお迎えしています。よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。さあ中西さん、この気温でのゲームというのは選手にとってはどうなんでしょうか。ここまで暑いとペース配分が非常に難しいですね。さあ選手入場です。試合前の記念撮影を行っています。画面では予想フォーメーションをご覧いただいています。さあ試合開始の笛が鳴りました。スタンド、クリスティアーノ・ロナウド、受けてパスか、自分で行くか、倒してしまいました。シュートできた、ゴールポストに弾かれてしまった。直接狙ってきましたが惜しくも外してしまいました。コースはあまりなかったんですが、積極的に狙っていくのはいいと思います。ビケマロリッチ、マンドリキ、クリスティアーノ・ロナウド、エリア近くまで来た。左サイド、中央突破で来るか、打てますよ。パスをつないで、ここでパス。さあかわせるか、マルコス、トラップしてスペースへ出せるか、カットします。ジャンレニ、ピエリーニ、マハダニ、パスを回す。スルーパスはディアラ、狙いますよ。どうだ、ゴール回しのわずかに左。今の攻撃はいかがでしたか中西さん。はい、いいと思いますよ。あと少しですね。ハイボールを競り合う、見事なインターセプト。モスカール、クロス、仕掛けるか、カットして、カンデラ、ボスニッチ、ジャンレニ、ロングパス、クリスティアーノ・ロナウド、狙ってきた、当てた。さあ安全圏に運びたい、このボールをクリア。マンドリキン、ディアラ、コース空いてますよ。これはクリアします。ボスニッチ、ジャンレニ、ビケマロリッチ、仕掛けます。オフサイドです。大きく前方へ、これを競り合う。ボールをもらって、クリスティアーノ・ロナウド、マンドリキン、オープンスペースをつけるか、外に開いて、先制点のチャンス。中はちょっと少ない、来た、しのぎます。ヘッドで回す、テンベ、パスか、自分で行くか、スルーパスを出してきた、狙った、これはわずかに右でした。リズムを整えるためにはいい機会でしたね。シビエルスキー、サンド、ピエリーニ、マハダニ、ビケマロニッチ、トラップ、ボールを受けて、タイミングはどうだ、このチャンスですよ。止めた、キーパー素晴らしい反応でしたね。そうですね。さあセットプレーのチャンスを得ました。短く繋いできた、ジャンレニ、サーボールを奪った、大きくクリア、
トラップして、さあかわせるか、クロスのチャンスだ、ゴール、前半開始早々早くも先制点を挙げた。いやー、このゴールは素晴らしかったですね。さあ中西さん、マドリッド早い時間に先制点を奪いました。中西さん、はい、これで緊張感も解けてくると思うんで、自分たちのペースで試合運びできると思います。なるほど、ここでカット、さあこのボールをどうするか、左のスペースから上げてくるか、打ってもいいんじゃないですか。おっと、倒してしまった。ピエモンテ、ここは同点のチャンスです。狙った、ボールが壁に当たった、また行った、入った、ゴール、前半9分、試合を振り出しに戻した。しかしすごいシュートでした。同点弾です。中西さん、はい、よく追いつきました。勝ち越し点も期待できます。はい、ピエモンテ、試合を振り出しに戻しました。中西さん、このまま一気に逆転いってほしいですね。はい、期待しましょう。マルチェラ、マルコス、このボールはスローイン、スローインから、おっと、アーリークロスアップ、ジャンレニ、ビケマロリッチ、ディアラ、チャンス、外から、来た来た、体に当てた、この球をしっかりと抑えました。おっと、オフサイドです。おそらくモデルオフサイドかと思います。ピエモンテ、序盤戦振り返っていかがでしょうか。中西さん、はい、同点で追いついたんですが、今日は失点しても取り返す気迫がありますね。はい、そうですね。エリアの左側、このボールを奪って抜かせません。逆転のチャンスです。当てる相手が少ない、クリア、ここで奪って見事なカット、ピエリーニ、マハダニ、ジャンレニ、ビケマロニッチ、ビケマロニッチ、マンドリキン、片場所を入れるタイミングを探りながら回してほしいですね。打った、必須のディフェンス、打てますよ。ジャンレニ奪いました。このボールをクリア、競り合ってクロス、モスカール、どう動くか、あっと倒した、ファールを取られます。おっと、ここでイエローカードが出ました。縦に大きく出します、うまく合わせた、キーパーキャッチ、タンデラ、パスをつなぎます、いい位置にいました。パスか、自分でいくか、フェルナンデス、受けてモスカール、さあかわせるか、ダファエロ、前半の15分が過ぎました。これをインターセプト、仕掛けるか、ヘイルズ、パスか、自分でいくか、さあ通るか、うまくカットします。クリスティアーノ・ロナウド、中に上がってきている選手が少ない、狙いますよ、中に入った、ポストプレーから、これはクリアします、頭でヘイルズ、パス、ジャンレニ、カツヒーム、クロス、パス、さあかわせるか、マルコス、クロス、ビケマロリッチ、マンドリキ、セルヒオ、モスカール、仕掛けるか、ロビングできた、ヘイルズ、スローインになりました。さあスローインから、ピエリーニ、ジャンレニ、さあこの位置からパスか、自分で行くか、セルヒオ、マルコス、これをトラップ、ペンベ、ヘイルズ、ピエリーニ、
どう持っていくのか。クリスティアーノ・ロナウド、マンドリキ、クリスティアーノ・ロナウド、左サイドからタックルして奪います。しのぎます。ヘディング、テンベ、モスカール、中央から上がっていく、エリアに入った、体で止めた、コーナーキックになりました。中西さん、いやいいセーブでしたね。さあコーナーキック、大きなチャンスを迎えました。ビエリー、マハダニ、こぼれ球を拾った、コース空いてますよ、合わせてきた、うーん、キーパーキャッチ、ビケマロリッチ、ここでカット、カツヒーム、ベルナンデス、これを受けてテンベ、これチャンスですよ、当てた、押し込んだ、ゴー、マドリッド勝ち越しのゴール。テンベ、今日これで2点目。今日は切れてますね。的確な判断力が光ります。これは見事、マドリッド、ここでもう一度リードを奪いました。中西さん、はい、ただ勢いに乗っている時ほど気をつけて戦ってほしいです。はい、見守っていきましょう。突破させません。奪った、マハダニ、クロス、テンベ、マルコス、今は大事につなげたいですね。スペースはつかせません。ボスニッチ、タンデラ、マハダニ、カツヒーム、マルコス、ボローが欲しいところ、タンデラ、ディアラ、上がっていきます。スルーパス、スペースを突くパス、キーパーに戻します。大きくクリア、インターセプト、縦に出して、さあかわせるか、スペースを使う、同点のチャンス、打ってもいいんじゃないですか。入ってきた、クリア不十分、これをカット、クリスティアーノ・ロナウド、マンドリキン、スペースへ出せるか、フリーのチャンス、クリア、ドリブルで上がっていく、マドリッド、中央からの攻撃がうまくいってるようですね。はい、まあ、このまま続けていけばいいんじゃないですかね。はい、マンドリキン、クリスティアーノ・ロナウド、マンドリキン、マドリッド、フェルナンデス、モスカール、クルトワ、このボールをクリア、激しい当たり、うまくカットした、ジャンレニ、クリスティアーノ・ロナウド、一旦預けて、どうだ、うーん、ポストスレスレをかすめていった、頭でつないで、クロス、左へ回して、タンデラ、仕掛けるか、ビケマロリッチ、さあこのドリブルから、ビケマロリッチ、ボールをトラップ、マンドリキン、ジャンネニ、さあボールを奪った、これはクリアします。マドリッド、エリアの右からヘディングシュートですが、このシュートは決まりません。いいボールでしたね。そうですね。タンデラ、ボスニッチ、タンデラ、ディアラ、マハダニ、パスか、自分で行くか、左の外からペナルティーエリア、打てますよ、うーん、ゴールは決まらない。ここで同点にしておきたかったんですけれども、はい、ですが次のチャンスをものにしていきましょう。ハイボールを競り合う、足で受けて、ジャンレに仕掛けます、スペースへ抜ける、中はちょっと少ない、ここでカット、しのぎます、マイボールにできるか、フェルナンデス、モスカール、ヘイルズ、テンベ、テンベ、クロス、さあかわせるか、
横方向へドリブル、ヘディングで押し返す。マンドリキ、マドリッド、右サイドから狙いますよ。なんとか当てた。大きくクリア。そしてヘッドでつなぐ。通りません。マハダニ、ビケマロニッチ、仕掛けるか。こっからどうする。上はなりません。プレーオンです。クリア。つないで状態を使って、ボールはゴール前。ピエリーニ、ビケマロニッチ、ディアラ、右サイドから上がっていく。コース空いてますよ。来た来た。よし、ゴール。前半34分、同点弾をねじ込んだ。実に素晴らしいシュートでした。貴重な同点ゴール。中西さん、選手がここの役割をきっちり果たした結果だと思います。ゲモント、スコアをタイに戻しましたね、中西さん。はい、非常にいいイメージできていると思いますよ。この流れに乗って逆転できたいですね。そうですね。ジャンレニ、ビケマロニッチ、ディアラ、マンドリキン、マンドリキン、ジャンレニ、ジャンレニ、マハダニ、スライディングに行った。ボールをもらってマルコス、パスか自分に行くか、クロス、これはオフサイドです。ボスニッチ、このボールをカット。さあかわせるか。さあどうやって攻めていくのか。オープンスペースをつけるか。素晴らしい守備。ボールを回す。パスをつないでボールを受けてジャンレニ、スローインになります。さあこの位置からフェルナンデス、カツヒーボ、テンベ、チャンスになるか。このボールを奪ってシュート、これを決めた。ゴール、マドリッド勝ち越しのゴール。運も彼に味方した。マドリッド再びリードを奪う展開となりました。中西さん、まあ、こういう接戦は一つのミスが命取りになりますからね。ここ集中してほしいですね。はい、このボールをクリア、ヘディングでつないでクロス、トラップ、スルーパスを出してきた。見事なカット。ここでパス、ビケマロニッチ、パスを回す。ディアラ、仕掛けるか。右サイド、さあ同点のチャンスになるか。狙って、入った。ゴール。前半終了間際、見事に同点ゴールを叩き込んだ。ディアラ、今日2点目のゴールを決めました。いやー、いい感じですね。ピエモンテ、同点に追いつきました。中西さん、うん、チームの雰囲気変わりましたね。選手たちも逆転をイメージできると思います。そうですか。カツヒーモ、見事なインターセプト。パスをつなぎます。ビケマロニッチ、ジャンレニ、セルヒオ、クロス、パスか自分で行くか、クロス、ヘイルズ、タイミングはどうだ。シュート、止めた。キープして、ピエリーニ、サンド、コーナーキックになりました。さあコーナーキックです。誰に行きますかね。頭で弾き返した。浮き球、キーパーがっちりキャッチ。カンデラ、ビケマロニッチ、ディアラ、ディアラ、マンドリキン、うわー決まった。ゴール。前半終了間際、会心のゴール決めました。素晴らしい、やりました。勝ち越しですよ、中西さん。はい、ピエモンテ、
試合をひっくり返しました。やりましたね中西さん、見事でしたね。勢いがあるんでまだまだいけると思います。この位置でボールを受けて辰巳も受けてボールがタッチを割りました。スローインからボールを中に返して辰巳もポスカール、おっと入れてきた、オフサイドを取られました。ディフェンスの位置が確認できてませんでしたね。ボスニッチ、さあここからどうするのか、さあかわせるか。マンドリキン、ジャンレニ、ジャンレニ、ディアラ抜かせません。これはクリアします。頭を使うヘイルズ、縦への大きなパス、クロス、同点のチャンス、押し戻された。コーナーキックに変わります。マドリッド、左サイドからのコーナーキックになります。ヘディングで跳ね返された。コーナーキックが続きます。コーナーキックが続きます。誰に合わせるのか、スローインです。さあスローインから、さあ同点のチャンスになるか。ここで奪って持って上がる、右のサイド上がっていきます。いいところまで持ってきた。外からシュート、あっと、ここで前半戦終了。前半戦を終わりまして4対3、ピエモンテ1点リードで前半を折り返します。中西さん、前半戦について一言いただけますか。お互い持ち味を消し合うような内容になりましたね。なるほど。そして前半戦のスタッツをもとに振り返ってまいりましょう。ピエモンテ、やはり前半戦を押していたことが数字でも出ていますね。はい、後半もこの調子で攻めてほしいですね。はい、ありがとうございます。それでは引き続き試合をお楽しみください。後半戦が今始まりました。後半戦について一言お願いします。中西さん、そうですね、1点を追いかける展開ですけど、まずは同点ですね。まずはそこから、ありがとうございます。ドリブルで上がっていこうというところ、これチャンスですよ。ゴール、後半開始早々続けてゴール。いやー、このゴールは素晴らしかったですね。いやー、決まりましたよ中西さん。いや本当にいいと、ピエモンテリードを2点に広げましたが、中西さん、はい、この状態のまま試合の主導権握ってほしいです。はい、ラファエロ、セルヒオ、パス、セルヒオ、カツヒーム、仕掛けるか、マルコス、パスか、自分で行くか、ボールはペナルティーエリア際、どうだ、期待を込めたこのシュートは決まらなかった。シビエルスキー、カンデラ、ボスニッチ、パス、つないでカットして、ペンベ、マダニ、ボールを回す、さあかわせるか、このパスはどうだ、フリーだ、これはキーパーセーブしました。カンデラ、マダニ、ダクール、切って、さあ通るか、左サイドに開いて、入れさせない、詰めて、さあチャンスだ、ヘッドから、ビエリーニ、ダクール、パースをつないで、どう持っていくのか、再びクリスティアーノ・ロナウド、クリスティアーノ・ロナウド、マンドリキン、ポストに当てて、ゴール前フリーだ、これが決まった、ゴール、後半開始早々さらに得点を重ねていく。しかしすごいシュートでした。うまく決めてくれましたね。そうですね、チームの勢いを感じますね。はい、ピエモンテ3点差をつけましたが、中西さん、はい、このまま敵が戦争するまで徹底的に叩いてほしいですね。なるほど。ヘイルズ、モスカール、これをインターセプト、
ここでパス、中に2枚、これはそれてしまいました。シビエルスキー、カンデラピックアップして、ビケマノリッチ、マルチェナ、パスを回す、カンデラ、ここでカット、前につなげられるか。さあここまで上がってきた、中は4枚、合わせた、それてしまった。このポジショニング、いい嗅覚持ってます。頼もしいです。シビエルスキー、サンド、ビエリー、パスをつなぎます、仕掛けるか、見事なカット、左へはたいて、パスか、自分で行くか、倒してしまいました。一気に前方へ送る、頭でつなぐ、ビケマノリッチ、マンドリキン、クリスティアーノ・ロナウド、さあかわせるか、滑り込む、またもやファールです。オールマースを狙った、このシュートはそれてしまった。これは枠にはいきませんでしたね。ちょっと横に出して他の選手に打たせてもよかったかもしれませんね。これを競り合う、胸でボールをトラップ、ディアラ、マンドリキ、これを受けて寄せてきます、フェルナンデス、ヘイルズ、ビエリー、ボールをトラップ、エリアには、打ってもいいんじゃないですか。来た、決まった、ゴール、ピエモント、追加点を奪いました。ビケマロニッチ、今日2点目。いや、いいですよ。またもや決めてくれた。スペースへのパスに見事反応しましたね、中西さん。これ走り込むタイミングが、ピエモント、圧倒的にリードしていますが、中西さん、はい、これだけのリードがあれば大丈夫だと思うんですが、油断は禁物です。前につなぎたい、トラップして、パスか、自分でいくか、クロス、インターセプト、マドリッド、後半立ち上がりですが、中西さんいかがでしょう。まだ依然としてビハインドなんですが、時間は十分あるので期待できると思いますよ。はい、見てまいりましょう。ここから上げてくるのか、しのぎます、ヘッドで回す、これをカット、さあかわせるか、上がっていく、左サイドを上がっていく、ダクール、マンドリキン、前に預けてからスペースを突くパス、大きくクリア、頭でモスカール、クロス、うまくカットした、マルコス、テンベ、ピエリーニ、ボールを回して、ディアラ、ディアラ、マンドリキン、仕掛けるか、スペースを使う、繋がせません、通りません、スペースへ出せるか、ちょっと大きかった、セルヒオ、フェルナンデス、縦のロングパス、中盤を支配して試合をコントロールしたいですね。ここでインターセプト、ディアラ、マンドリキン、パスか、自分で行くか、タックルして奪います、モスカール、時計は後半の15分を過ぎました。おっと、倒してしまった、イエローが出てしまいました。ここで選手交代、ここで選手交代に出ましたね。試合の流れもこの交代でいい方向に行ってほしいですね。そうですね、期待しましょう。キーパーパンチ行く、マハダニ、ピエリー、マハダニ、ダクール、左にさばいて、クリスティアーノ・ロナウド、ボールを受けて、マンドリキン、ビケマノリッチ、中央突破だ、スルーパスは打てますよ、狙った、左サイド、クリア、競り合って、サンド、モスカール、ダクール、マハダニ、狙いますよ、
ディアラ、フリーのチャンス、体に当てた、プレーが切れます。ゴールキックです。頭でつないでボールをトラップして右を使う、中に入った、外からコース空いてますよ。このボールをクリア、ビエリーニ、ボスニッチ、マーダニ、クリスティアーノ・ロナウド、さあかわせるか、左のスペースからエリアに入った、狙って、ナイスブロック、これチャンスですよ。クリスティアーノ・ロナウド、サンド、タッチラインに逃れました。さあこの位置から、これでカードが出されるんでしょうか。助かりました、注意だけのようです。気をつけたいですね。ボールを狙ってきた、これはキーパーに取られました。ナイスキーパーですね。ビエリーニ、クリスティアーノ・ロナウド、ダクール、オープンスペースをつけるか、クロスを入れてくるか、さあ安全圏に運びたい、これはクリアします。これはうまくカットしましたね。はい、ボスニッチ、タンデラ、ボスニッチ、サンド、パスを回して仕掛けるか、マドリッド、もう一度、どちらも譲りません。外から何をやってくるか、入ってきた、コーナーになります。ピエモンテ、今日2本目のコーナーキックです。さあショートコーナーだ、一旦当ててシュート、だがしかし決められなかった。競り合って胸でトラップして、ドゥーセル、イト、マドリッド、ここまでの戦いぶりいかがでしょうか、中西さん。前線に渡るパスがちょっと少なくなってきてるんで、ロングボールを放り込むっていうのも一つの手ですかね。はい、奮闘を期待しましょう。さあかわせるか、サイドからボールは中央だ、マルチェラ、イト、マルコス、仕掛けるか、タッチラインを割りました。スローインからこぼれ球を拾った、スルーパスを出してきた、打った、キーパーがキャッチしました。いや、いいシュートでしたね。キーパー褒めたいですね。そうですね。ボールを運ぶ、マハダニ、パス、ビケマロニッチ、ディアラ、マンドリキ、タイミングはどうだ、セルヒオ、モスカール、ドリブルで上がってマドリッド、ここまで思いもよらない展開ですね。この自信が焦りに変わらないうちに何か一つ手を打ってほしいですね。監督の動きに期待して私たちは見守りましょう。しのぎます、そしてヘッドでつなぐ、このボールをカット、ここでトラップして右へ振りました。どうする、さあ通るか、ダクール、クリスティアーノ・ロナウド、ダクール、マンドリキ、外に開くか、落ち着いて大きくクリア、カンデラ、これをトラップ、奪った、ルーセル、パス、モスカール、ヘイルズ、つないで、センタリング、浮き球をシュート、残念、ボールはゴールマウスから逸れていきます。さあどのような働きをしてくれるんでしょうか。監督の期待に応えてほしいですね。マハダニ、ボールを回す、上がってきた、打ってもいいんじゃないですか。
リケマロニッチ、フリーダ、ダクール、打てますよ。マハダニ、ダクール、見事なインターセプト、クリア、繋いで、さあこのボールをどうするか。おっとファールがありました。縦にボールが出ました。ハイボールを競り合う。パスか、自分で行くか。マンドリキン、パスをつないで、マルチェラ、リケマロニッチ、上げてくるか、リケマロニッチ、ダクール、このボールをクリア、マイボールにできるか、自分で持っていく、どう持っていくのか。モスカール、テンベ、丁寧にパスをつなげてほしいですね。モスカール、さあかわせるか、前方へ、果敢なスライディング、イト、マハダニ、ディアラ、クリスティアーノ・ロナウド、仕掛けるか、スライディングタックル、フェルナンデス、左に展開します。ヘディングでつないで、カットして、ダクール、スルーパス、読んでいました。タンデラ、マハダニ、ダクール、これを受けてパスか、自分で行くか、エリア近くまで来た、これはクリアします。頭を使う、いい位置にいました。クリスティアーノ・ロナウド、中央突破で来るか、シュート、外してしまった。非常にいい形で作れてましたね。実にダイナミックな展開でした。クルトワ、フェルナンデス、ラファエロ、ここでパス、マルチェラ、パスを回す、サーボールを奪った、リケマロニッチ、これをインターセプト、スペースを突くパス、ここでカット、ディアラ、ディアラ、マンドリキ、ここでファールの判定、ピエモンテ、追加点を狙える位置です。直接狙ってきた、ゴール、ピエモンテ、さらに追加点を加えて大量リードになります。クリスティアーノ・ロナウド、今日これで2点目。今日は切れてますね。実に素晴らしいシュートでした。中西さん、このフリーキックいかがでしたか。いや、難しい位置だったんですが、よく決めましたね。はい、さあピエモン、もうこの時間おそらく大丈夫だと思いますが、中西さん、ただ油断はしないで、しっかりと最後まで試合をコントロールしてほしいですね。はい、左へ振りました、ボールをトラップ、ここから打った、体に当てた、左サイドからの攻撃、リケマロニッチ、ディアラ、マンドリキン、さあかわせるか、リケマロニッチ、スペースへ出せるか、しのぎます、ヘッドから、このボールはスローインになります。さあスローインからクロスのチャンスだ、エリアの右からディアラ、狙いますよ、コース上げますよ、マルカトーレ、ピエモンテ、ダメ押しの追加点を奪います。クリスティアーノ・ロナウド、やりました、ハットトリック達成です。もうキュンキュンですね。連続ゴールが決まった、この時間での追加点、中西さん、はい、いい時間帯です。ピエモンテ、おそらくこのまま試合をひっくり返されることはないと思うんですが、中西さん、はい、この点差をうまく生かして最後まで集中して戦ってほしいですね。そうですね。イト、セバドス、ボールはゴール前、これチャンスですよ。クリアは小さい、これをトラップ、マンドリキン、ディアラ、マンドリキン、パスを回して、ディアラ、右サイドから、外から、
一旦預けてインターセプト、大きくクリア、抜群の安定感ですね。はい、後ろに反らしませんね。スローインとなります。ボールはタッチライン際、クロスを入れてくるか、ポストに当ててダクール、打ってもいいんじゃないですか。積極的に奪いに行きます。このボールをピックアップ、イト、セバドス、仕掛けるか、中央を上がっていきます。ここでカット、パス、これをカット、左に開いてフェルナンデス、クリア、頭でつなぐ、上がっていきます。チャンス、クロス、キーパーにキャッチされた。これを競り合う、スルーパスは通しません。さあこの位置からボールはタッチラインを割りました。スローインからセルヒオ、ラファエロ、ラインを割ってゴールキックになります。クルトワ、フェルナンデス、ラファエロ、パスか自分にか、うまくカットした、激しいタックル、モスカール、試合終了の笛が鳴りました。ピエモンテ、見事な逆転勝ちです。さて今日の試合を中西さんに振り返っていただきましょう。はい、今日の試合はサッカーの面白さを非常に感じられた試合でしたね。またぜひこのカードを見てみたいです。そうですね。それではデータを振り返っていきましょう。ピエモンテ、支配率でも上回る結果になったようですが、中西さん。はい、しっかりとボールを支配できたからこそ今日の結果につながったと思います。はい、ありがとうございます。そろそろお別れの時間がやってまいりました。本日は中西哲夫さんをお迎えしてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。実況はジョン・カビラがお送りいたしました。ではハイライトシーンをご覧いただきながらお別れさせていただきます。さようなら。さようなら。